今回はチャットチャックのマーケットにやってきました。ここは2回ぐらい前に来たことがあって、もう夢に見るくらい大好きな場所なんです。だから今日すごい楽しみで、ここに来るためにバンコク旅行にしたっていうのもあるくらい大好きな場所です。では早速お買い物に行ってみよう。あってもいいかもね、かわいい、かわいい。水着かわいすぎてやばい。しかもやっぱめっちゃ安い。女の子の洋服屋さんもあるし、靴下屋さん、タイパンツが売ってる。これ本がずらーっと並んでるお店もあります。すごい奥までめちゃめちゃ並んでる。この靴屋さん大人気です。すごい混んである。レザーのハンドクラフトの店もありました。ลูกชิ้นทานเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหลกหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดもうお店の数が多すぎて見ても見ても見きれないです。今まだ外も一周してないんですけど、もう2時間以上経ってて外一周してまた中も全部見たいから、もしかしたら今日で見終わらないかな、明日も来ようかなって思ってます。楽しすぎる本当に。あ、もう本当に暑いからちょこちょこ休憩しないと、疲れて見れなくなっちゃうと思って、飲み物飲んだりピザ食べたりしながらゆっくり見てます。今日は帰るのが何時になることやら。はい、
量に置かれてるお店でディスカウントしてもらいました。安く購入できてよかった。Thank you. ขอบคุณค่ะ。歩きやすくなりました。でもそれでも暑いから日陰を選んで歩いてます。やっぱり人がすごい、もうほとんど観光客の人みたいで溢れてますね。結構日本人の方もいるみたいです。すれ違ってます。本当に迷子になります。店が多すぎて。はい、ということでウィークエンドマーケット、チャクチャットのウィークエンドマーケット2日間楽しんできました。いっぱい買ってきたので購入品紹介もして終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。とても楽しいマーケットだったので、もし行ったことがない方にはぜひ行ってみてほしいところです。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こちらがウィークエンドマーケットで買ってきた購入品です。黒いシャツと白い羽織と赤いロングシャツ、あとは帽子、水着、リップレス、顔のパックでしょ、あとはティースプーン、これ木でできてるやつですごい安かったので2つ買いました。あとこれマスクにつけるネックレスとコースタースターツとスニーカーとクッションカバー2つ新しいの新調しました。こんな感じです。